さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。どうか久しぶり、久しぶり。久しぶりですね。うん、ありがとうございます。ご無沙汰してます。はい、今日は何やの？何の話？今日はですね、うん、久しぶりのスタッフ紹介ですね。ほうほう、スタッフ紹介。どこにスタッフを？あ！ありがとうございます。早速ありがとうございます。そう、はい。ここのにおられる方、はい、クズハ店かな、最近はちょっと違うみたいですね。鶴見店が多くなってる、ね、あ、鶴見店ってあれね、イオンの近くの。あ、そうですね、はい、そうです。中坪店長のもと、ほうほうほう、一緒に入ってもらってる、なんかうちじゃ珍しい、こうおとなしいキャラやな。そうですね、うん、まあ、緊張してます。緊張してんねんね。名前は、あ、岩田と言います、ね、あ、岩田浩二君、はい、岩田、もう一人直美ちゃんもおるもんな、はい、そうですね、おさの方やな。おっさん、おさの方です。いや、あだ名がとっつぁんやからね。お願いします。それ呼んでるの俺だけやけどね。岩田さん風に、はい、年齢言ってもらえますか。あ、例のあれですが、例の、まあ、あまり言いたくないんですけどもね、人間で言えば39になります。ああ、すごいすごいね。おお、それはあかん方向に言い出してもらう。今めっちゃ恨まれてんね、浅見お前。これね、毎回滑るんですよ。おお、コンパで言ったら僕毎回受けたんですけどね、これ。マジで。ああ、そうなんだ。ああ、若い時は受けたんですね、はい、なるほど。今とこもあるよね。もう入ってどれぐらい経つの。もう2年ほどですかね。あ、もう2年なんだや、はいはいはい、実家が太らせないんだな。そうです、はい、うん、覚えてる覚えてる、面接の時、はい、うん、変わった子でな、身長高いねって俺が言うたら、はい、僕ルパン三世と同じ身長なんですって言われて、その時ピンときたな。あ、内向きや。印象に残そうと思います。印象に残そうと。ルパン三世が179ですね。9円なんやから、で岩田君も179なんですね。え、今いくつ。人間で言えば39歳です。あ、俺どうだろう、俺どうだろう、フリーじゃないか。あ、ごめん、39歳ね、言うたら、はいはい、だから俺の4つ下になるのかな。あ、そうなんですか。そうそう、俺40、今年、3の年か。そうですね、43の年やね。僕俺12月が誕生日やから、はい、もう2年経って、経つね、はい、あれから、はい、そうです、どうお店。楽しいですね。楽しい、はい、なあ、顔が自然になったよね。よく言われますね、はい、うん、だって入ってきた時にむちゃくちゃ無理やり、ニコちゃんマークみたいな顔してた。本当にそうです、ガチガチでしたね。こんな顔無理やりでな、そんな、何がニコニコしてんのって俺聞いてんな、面接で。うん、いや、ニコニコしてる方が印象いいかなと思いまして、ストレートに言うとったもんね。2年経ってね、はい、2年、意外と初めての YouTube 出演なんですよ、はい、うん、機会がなくですね、うん、なんかあまり本社に来る機会がなくて、うんうん、そうやね、言うたら、でもあれね、岩田君がこうやって楽しんで仕事してくれると俺嬉しいわ、言うたら。 ありがとうございます。もっとなんていうの、いや、今でもちょっと地味やけど、はい、もうちょっとどっちかって地味やったもんな、人間的に。どうです、ちょっと喜んでいいですかね。いや、喜んで喜んで喜んでいい。いや、地味な人間が悪いって言ってるわけじゃないで、言うたら、で、明るくなったやんか。あ、そうですね、ねえ、はい、うん、で、もともとお布団屋さんやった時は、はい、販売はしてたの。販売は親父とおかんがやってましてね、はい、配達とかそういう裏方っていうんですかね、うん、手伝った感じですね。ちょっと気になったこと言っていい、はい、親父って言うとおふくろって言わなかったの。あ、僕親父とおかんですね。すごいな、それ普通のおかんって言いますね。ダメですかね。ダメじゃないけど、ちょっとなんかこう対照的ではないやんか。あ、はいはいはい、なんか親父言うとおふくろやから、おかんって言うとおとんって言わなかったの。あ、そう言えばそうです。そうやろ、はい、あ、それ今初めて気づいた。はい、今まで気づいてました。お親父って言うの、自分、親父って言うの。親父かもおっさんですね。ああ、おっさん、俺親のことおっさんやろ。おっさん、俺だから親父ってうち父親おるやん、はい、言ったらなんて、結構ド S やねんけど。まあ、みんな知ってるド S やねんけど、すごいもんな、親父って一回読んだことあって、お前親父言うほど偉なったんかって、ちょっと意味わからんこと言われたからさ。それどういう意味なんやろって今でもわからんねん、言ったら。だから親父とは呼ばれへんねん俺。あ、だお父ちゃん、お父ちゃんっていうのも大体あれ関西とか京都の人やろ、言うたら。ああ、そうなんですか、ね、うん、お父ちゃんって言ったらちょっと笑われたことあったもんな。ああ、何お父ちゃんって。へえ、うん、父さん母さんお父さんとかやったら分かるやんか、言ったらちゃん付けするのって、あれこれもちょっとあれ関西地方だけやろ。ああ、どうなんでしょう、あれなんかでも、おしんとかって、お母ちゃんみたいな言ってませんでした。え、おしんってどこなんやろ。あれって東北とかじゃん、ちゃいました、おしんって。全然知らない。まあ翔さん入れてくれる。あ、そうなんや、言うたら。お父さんいくつ。
親父はでもはっきり把握はしてなくて、多分70手前ぐらいじゃないかなと思いますね。人間で言うたら人間で言うたら70ぐらいですね。人間で言うたらさっき言わなかった自分だけのネタにしたのかな、あそうなんや言うたら、で今鶴見店におるやんか。 そうです。あそこもでかいやろ。店舗大きいですね。50坪ぐらいあるんだあそこ、大きなお店ですね。ちょっと違和感ある。クズハテンなんかは大体、25坪ぐらいかそれぐらいやんか。ほんと半分ぐらいですよね。そう、違和感ある。でも大きい方がいろいろね、あのお客さん来てもいろいろ見てもらうと言いますかね、お待たせする時でもいろいろ時間過ごしって言ったらあれですけどね、いろいろ楽しんでもらってる空間とかありますんで、いいかなと思いますけどね。イメージ的に言うたらクズハよりちょっと明るく感じるもんね、鶴見の。そうですね、ちょっと明るいですよね、ちょっとね。クズハは縦に長いですからね。は？あ、そうクズハは縦に長い。あ、そうです、はい。おでる。で、痛みが横に長い。そうですね。で鶴見は正方形かな。光が結構入ってくるんで、全然明るさ違いますね、クズハと鶴見は。ほんまやね。もともとあそこガレージやったけどね。ああそうですね、なんか自動車整備、なんかそんなのやったって聞きましたね、鶴見店の前の。そう、でも人通りは全然違うね、めちゃくちゃ多いもんね。そうですね、この前はもう垂れる人通ってますもんね、鶴見店は。で鶴見店の横にローソンができて、余計活気づいたもんね、言うたら。ね、なんかこう、PR ある？鶴見店に。まあ、人通りの多くて目立つ場所にありますんで、お気軽にご来店ください、お願いします。なんかもう、シャイさが出てる。シャイやもんな。多分そうですね。これ照れるやろ、テレビ、テレビというか YouTube こうやって動画撮るの。やっぱ一発目なんで、やっぱ緊張しますんで。あれ慣れてくんだよ、これでも。俺でも今でもこうやって動画では喋るけど、ああいう会合とかこう前で喋れ言われたらもうカッチカチで喋られん。 あれもいつくらいでも毎回言ってたら慣れてくるんやけどね。いや、そうですね。でも今でも嫌やわ、人に、こう人前で喋るっていうのは。お客さんの前ではちゃんと喋ろう。あ、それは全然喋れますね。ほんま？お客さんの前でもスーツ欲しいんですけど言ったらもちもちしてない？それは最初のうちはそうなってましたけど、どうしてもね。今こちらからも積極的に、鶴見店でいくつぐらいの方が多い？来店の年層はどちらかというとクズハ店の方がご年配中高年の方が多いですね。ほなちょっと鶴見店若手なの？の方がまだ来店が多いのかなと。ああそうなんや。育て世帯が多いですからね、はい、鶴見区は。ああそっか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 、はい、だからそういう30代40代の方って多いと思いますよ。そうか。でも頑張ってくれてんねや。はい、ありがとうございます。岩田君って趣味なんなん？趣味はね、まあ多分ネクラって言われるかもしれないけど、漫画とか多いですね。だってもう見た目ネクラさやもん。ありがとうございます。ありがとうございます。いやだってね、いやネクラって悪いことじゃないやろ。あんまり世間一般的にいいイメージではなくないですか？それお前の中でやろ。俺から言ったらネクラってええと思うで。あ、本当ですか？もうねやかなんか気持ちあるやんか。ああ何やかるんやお前みたいな。そっか、それは偏見やん。そうです。ネクラって嬉しかったやろ。はいはい、どうかありがとうございますって言って。なるほど、斬新ですね。そう新鮮な。漫画読む子ってネクラじゃないよ。でも岩田君ですね、もう普通にも子供の頃からずっと読んでるんで、もうそれが習慣づいてますんでね。今何読んでるの？今は週刊誌で言えばもうジャンプとかサンデーとかずっと読んでるんで。ああ最初兄貴が買ってたんですけどね、まあ、兄貴が今家出てますんで、それはずっと買って読んでますね。それがずっと続いてんのやろ？今までずっともう絶えず買ってますね。今ジャンプって何が面白いの？あ、ワンピース？僕ワンピース派じゃないんですよね。あと何派があるんだろう？ワンピースとナルトはもう終わりましたね。終わったん？はい。知らんかった俺。今番外編かなんかちょっとちょこちょこやってるぐらいですね、ナルトは。あ、そうなんや。漫画も終わりましたね。これあと何派があるの？僕はブリーチって知ってますかね？知らん。ちょっと死神の漫画とか。最近のやつ？まあ前からありますよ。だいぶ前からありますね。あれずっと好きですね。超ロング、はい、映画とかもやってますよ。ほんで他どんな漫画やってるの？他はね、サンデーとかでしたらね、あんまりメジャーなやつが僕はあんま好きじゃないんですね。コナンとかそういうのが。あ結構マニアックなやつが読んでますね。好きですね。あ、ほんなここで聞いても分からんな。そうですね、はい。多分発表してもみんなふんってだけですね。サンデーって俺も読んだことないわあんまり、単行本あるやんか、はい、単行本買う派？あ、僕は単行本は買わずに週刊誌で読んで、まあ後からまた満喫とかで行くとかですね。ああ漫画喫茶な、はい、
え、それってね、やっぱりこう例えば週刊誌買うやんか、はい、こうで読んだら捨てんの？普通に捨てますね。ある程度溜め込んでからもう捨てます、ね。竹野は全部取ってるんだあれ。週刊誌も。あれ週刊誌も取っとったんかちょっと覚えてないんだけどな。岡田書とかどうなんですかね。俺あの単行本こうでも、俺家に置くのがめっちゃ嫌やねん。はい、あれ竹野のとか全部こうあれやろ、あの揃えてずっと置いてるやろ、あの場所がすげえもったいないもんな。もったいないですね。うん、意外に重いやろ、うんうん、だからもう読んであげんのね。僕何回もいただいてるんですそうやろ、はい、あのあれやんかな、あのずっと部屋に置いてて、はい、また読み直すねんな。まあ、読み直すんすかあれ。だから、うん、竹野読み直してるらしいで、うん、あそうなんすか。やばいやばいやばい、あの竹野と行くとはやばいで、あれ。僕の知り合いにももっと漫画好きな人がいましてね、うん、ずっと前から同じ漫画を何回も何回も読んでしてますよ。読むやんな。好きな人は何回読んでも好きっていう。それってあれはあの筋肉マンでも読みすぎて、あいつ全部の竹野な、全部の超人パワー分かるもんな。そうですよね。いやほんまやで、ね、あのな、何万パワーだよ。そう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 。あのな、あのドラゴンボールだよ。ドラゴンボールでもみんな戦闘能力分かるもんな。スカウター何千何万何百万とか、あれ読みすぎてたら怖いな。それ知っても何の役にも立たへんねんって、はいはいはい、うん、でもそういうのってかっこいいな。あ、うん、俺好き系やねんそういうやつ。まあ、そこまでいったね、漫画好きっても全然かっこいいですもんね。かっこいいかっこいい、はい、あな、はい、漫画好きなんや。あ、そうです。うん、ファッションのこだわりって何かあるの？ファッションはね、まあ年が年なんで、若い時からなるべくおっさん臭い服を着ないようにしてますね。ああ、それは、うん、元から僕老け顔やったんですよ。今もそうですけどもね。だいぶくおっさんっていうのが多かったからね、若い格好っぽい服をよく着てましたね。お、例えばどんな感じ、どんな服ですか？普通にあのパステルカラーとか色の薄い色とかシャツとか着てますね。お、イメージが違いますね、はい、僕の思ってる印象とは。普通のオレンジとかシープでも。あ、今日のシャツとかの、はい、そんな感じですか。はい、着てますね。お、もうちょっとこう例えばさ、はい、ヤングっぽくなりたかったら、例えばちょっと冒険してもいいんじゃない？襟元を、今はあのボタンダウンされてるやん、はいはい、ああいうのを例えばあの杉本がようやってるあれ、なんていうの、ウィングカラーちゃうわね、なんていうのね、カッターウェイとか、あ、はい、ああいうので一回挑戦したらどうか。あ、今度作ってみましょうかね。おうおう、ありがとうございます。で、色もあれやんか、あの若い人今パステルカラーってあんま気になっちゃうか。表現がおっさんでしたかね。そんなことない。パステルカラーって言いません？言いますけど、パステルカラーは多分今は流行ってないと思います。そうですか。どうすんねんこの雰囲気お前。違う、僕ね、岩田さんは、まあ、通称 KJ なんですけど、スタッフから KJ って言われてるんですけど、はい、KJ はもう茶大の茶色好きやと、うん、だ基本的に今日もそうなんですよ、はい、茶色のネクタイに。これグリーンじゃないの？これ茶色のニットタイですね。いや、これがね、はい、これはだこれも、まあ、まあこれちょっとグリーン系ですけど、うん、基本的にもう茶系のもので揃えてるっていう、そこを僕は言ってほしかったんですけど。茶系のファンの人って結構おるからね。うん、そうそうそう、だからもう基本茶色ですよね、はい、買ってはる人スーツはほとんどもう茶系でどっかで入れてますね。ああそうなんや、茶色が好きなんや。こだわりが ね、そう茶色なんですよ。なんでそのブラウンに対する魅力って何なの？なんかね、あのほんまに恥ずかしい話なんですよね、うん、昔だいぶ若い時にあの岩田君は若いのにおっさんっぽい茶色服似合うねって、そこからはずっと茶色が好きなんですよね。あ、若いのに茶色が似合うねって言われた、うん、はい、それで似合うんやって自分で認識して、そこからもう勝手に茶色ばかり選ぶようになりましたね。ああ、結構だからそれがええ分なあの思い出にあるんですね、はい、あ、そうです、はい、あ、もうええ。違うのにもちょっと挑戦してほしいです、はい、まあ、それ他のスタッフにもよく言われるんですけどね、はい、根系とかあまりイメージがつかないんですよ。似合いますかね？僕似合うよ。似合いますよ、こんなんって誰でも似合いますよ、はい、なんかあんまりイメージが自分でつかないですね、根とかも。一回着てみたらええやん、うん、それは新たな挑戦としてやってみましょうよ。うん、やってますかね、はい、うん、似合うと思うで、はい、うん、そこであの赤いジャケットにブルーのシャツ着て、あのルパン三世でやっとしたいいですね、うん、かっこいいですね、うん、赤いジャケットでな。ネクタイやってたっけ？ネクタイしてますよ、ルパンは、はい、何色のネクタイだっけ？黄色やったかな、黄色やった、はい、ああ、一回やってよ、さらっと。ルパンでも結構ジャケット作品によって色ちゃいますもんね。あれなんかルールあるんですかね？ああ、
そう、その作品によってあるんじゃないか。赤緑とかね、緑もありました、ね、あららら、作品によって違うんじゃないか、はい、ヘアスタイルだからヤングにしてみたらどうがいいか。そう、よく言われますね、うん、あんまり僕実は美容室行かないんですよ。ほとんど散髪屋で行ってましてね。あ、理容の方、あの、なんかあの赤と青と白のやつ、はい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 、まあ、いいじゃないですか。もう顔のひげがもう、まあ、見ても今映ってますかね、だいぶ濃いんで、うん、あの美容室は、あの、あ、美容室はひげ剃りとかしてくれないんでね、あ、それで散髪屋ばっか行ってこの剃ってもらうんですよね。あ、自分で剃れへんの。あ、ここはすみません、この辺とかやっぱ剃れないんでね。ああ、あ、毛がコンプレックスなの。そういうのありますね。あ、あ、そうなんや。え、俺から言うと羨ましいけどね、そこまで、あの、なんていうの、ブルーヘア。よくね、マカイ君ホモっぽく言われますからね、これは。あ、ああ、そうなの、はい、いや、かっこええよ。ここ大体みんな、あの、なんていうか、ちょっとワイルドな人ってここ生えてるもんな。そう、お前なんかこっから生えてるもんな。僕もほっぺたから生えますよ、うん、でもまだね、自分の引き、あの、ブルーになるんだよな。僕さ、はい、将来岩田さんみたいになるんやろうなと思ってますもん。岩田さんはもともとだって密集してるもんな、ここがな、はい、多分密度が違いますよ。その辺全然ありませんもんね、うん、僕は全体的にくるんでも、あの、なんかそんなジャンプで当たるたけし君もなんか世紀祭りだ、ね、ありましたね。たけしは生まれた時からヒゲ生えてます。そうですね。いや、岩田君もね。ああ、そうなんですか。うん、そんなことないです。いやいや、お前、お前失礼やな、お前。生まれた時からヒゲ生えてる子なんか聞いたことないですよ。いや、だからおるっつってんの。次の日にもおかんがヒゲ剃ったり言ってましたよ。そうやで、お母さんのせいです、それ。いやいや、お前そうやで、ね、生まれた時ちょっとつっかえてんが怒られるわ、これ。ほんま、うん、あ、そう、今日話しとったら、岩田さん一晩でヒゲ伸びるから、うん、朝起きる時に枕に刺さってパッて乾けたら枕も一瞬くっついてくる。ツン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 、滑りめっちゃ悪いやろ、自分。はい、ザラザラしてますね。なあ、多分こう枕とかでこうやって、うん、気持ちいいとか言ったら破れんやろ。はい、はい、もう僕気持ち悪いですもん、引っかかって。これは、ああ、それやっぱコンプレックスなんやろな、多分。まあ、それもあるんですね、やっぱり。ああ、俺なのそんなのここしか生えへんから、はい、あの、逆に言うと羨ましいけどな。うん、色も白いから余計目立つんですかね。焼いたらいいんじゃないですか。どういうこと。あ、日焼けですか。色白いとやっぱヒゲ目立つじゃないですか。あ、黒と白やからね。はい、はい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 、ちょっと焼いて、ヘアスタイルもこうモヒカンみたいにして、うん、モヒカン、はい、やったらワイルドな男性になれるんじゃないですか。パステルカラーのシャツ着て。パステルいいんじゃないですか。いや、でもだいぶ感じ変わるで、はい、あの、ちょっとあのワイルド化粧を思ったら、うん、もうボーボー生えてくんのやろ。あ、ほっといたらもう3日ぐらいでもう全然いきますよ。そう、もうブワーってなってきて、もう3日ぐらいでマリモみたいになってんのやろ。まあ、ほんまになりますね、はい。おお、絶対いいと思うで、かっこいいと思うで。見てみたいですけどね、うん、一回今度やってみよう。ちょっと伸ばしましょうかね、ヒゲを。ちょっと伸ばしてみよう。ね、お客さんに怒られたよ。3日間だけやってみましょうよ、うん、はい、一度、はい、どんな感じになるか。写メ送ってください。それ確認してもらいますね。まあ、そういう感じで、鶴見で、もし、漫画のトーク、して楽しんでいただけるのは、鶴見店になるので、はい、他に、まあ、洋服の知識もいろいろ今勉強中だもんね、はい、ということになります。今日は、鶴見店の岩田浩二君、はい、に、来ていただきました、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で、M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。